じゃあ、七のご利用自体は初めてということで、仕組みちゃんとご説明しますので、例えば、お値段が決まって、今日から3ヶ月後、ですから8月の5日までは何もほったらかされてても品物を失うということがあるので、それ過ぎると七流れ品になってしまうんですよ。それとですね、ご注意いただきたいのが、今から七札をお渡ししますって、流出期限って書いてあるんですけど、うちの方からお知らせが一切いかないんですよ。なので、その期限に関しましてはお客様の方でご注意していただかんと、流れますよ、いいですか、処分しますよとかいうのがないんですよ、逆に言えば。要は、催促とか取り立てをしない分、逆に言えば何も連絡がないんですよね。だからそこだけ気をつけてください。うっかりしたら3ヶ月は全部過ぎますので。はい、私も年金ができるで。あ、わかりました。これちょっとあれだけ。どうぞ。これで5万借りられる。足らずまでできないよ。あ、そうです。全然ダメ。あ、そうです。そしたらね、5万必要なんですよ。これは金でしょ。で、これは金とプラチナビそうなの。金とプラチナビはほとんど変わらないんですよ。ああ。もう、それでちょっともうほとんど同じなんです。届かないんですけど、ちょっと、なんとか下座吐かして5万までしときますか。わあ、すみません。ものすごくかけ離れた値段でもないので、もう近くの時点で、すみません、問題があったんですよ。ちょっと、実は下回ってますけど、わかりました。はい。あ、これ、全然ダメなんですね。うん。ですね。高くて買ったのにでしょうね。結構なんですけど、ね。いや、別個がダメっていうわけじゃないんですけど、要は、流行るか流行らんかってことなんですよ。ああ、そうだね。だってそれこそ、別個のアメール別個のあのメガネなんて60万ぐらいで売ってるの知ってますよ。だけど、市場で2、3万しかいけないから、そうですね。うん。で、なので、時計は特にほら、そのサイズ直しができるんですよ。逆に、このサイズの人しか合わんからですね。うん。めっちゃ厳しいですね。で、今、携帯で時間見られるでしょ、だけど、時計に関しては、結構辛くて、みんな、必ず必要っていうわけではなくて、意外とスポーツする人のスポーツ仕様とかは必要なんですよ。要するに、時間が必ず気にしながら走るような人とかですね。そういう人のとかは、なんか人間工学に基づいて、こうして見れるようなのとかね。主人から言われるので、わかりました。はい。はい。10文字になります。はい。で、利息比べる。3,400円になります。あ、そんなに、そんなに。はい。3万円までが 8% で、超える部分に対して 5% で。あ、そうです。だから、1ヶ月以内に出されるのが一番お得です。あ、そうです。はい。だから、そうだよね。はい。本当は15時代1ヶ月ぐらいで。ね。あ、暗いです。そうだね。はい。ちょっともう一回説明しますね。今日から3ヶ月後の8月5日というのが流出期限であって、これ過ぎると七流れになりますので、この期限に関しましてはご注意をお願いします。で、今日から1ヶ月後の6月の5日までが3400円なんですよ。ですから6月15日になったらもう7月の5日まで一緒です。2ヶ月分ということになります。2ヶ月分は払ったんです。それで6月5日にですね、1回3400円持ってこられて、はい、例えば元金にいくらか入れとかれたらその分減るんですよ。だからそんな風に打ち金とかされるのをおすすめします。あ、そうですか。はい、そしたらその時3400円持ってきてもいいですね。てか3400円だけ持ってきちゃったらもう別にいいです。打ち金をされた方がお得です。あ、そうです。元金入れられたら、例えば2万なら2万って入れると今度は3万円対するお利息だから2400円安くなるんですよ。ということで、もし打ち切りされるんだったら、6月の5日に打ち切りされることをお勧めします。6月の5日までですね。あ、までっていうか、打ち切りされるやつは同じ日にされた方がいい。あ、そうなんだ。はい。で、ですね、必要っていうのは、多分、そういうことなんだけど、3万円までが 8% で、超える部分に対して 5% ですから、具体的にはこのお利息になります。で、日にちから日にちですね。月が、期限は3ヶ月。過ぎると7ヶ月になります。で、物的有限責任っていうのは、
自然災害時の話になります。で、今回のような震災みたいなところでも、建物自体がもう流れててしまって、もうどうなってるか分からないと思います。これを結局、まあ、お買い取りさせていただいたような形になります。で、そういうことが起こったら、もう、うちだけじゃなくても、ね、全部、ね、もうそういうことになってますので、はい、これはあくまでも自然災害時になります。はい、で、期限の延長が、まあ、折り足入れていただくことでできます。それと、今申し上げたのが、この内金です。いくら持ってきたらいいんですか？いや、それはもうお客様のお好きな。3,400円にプラス、その元金にいくら入れられるかということですよ。ああ、だから、元金に400円入れるんです。だから、5日の日に持ってくるでしょ？はい。だからこの3,400円にいくらか入れて、持ってくればいい。それを1000円単位でお客様、例えば5000円なら5000円、1万円、1万円入れとかれたら、その分、次の月安くなるんですか？だから、もしあれだったら、全部、もちろんその5日までに全部が一番いいんですけど、そうじゃない場合は、少しでも打ち切りされてたら、わかりました。なので、別に強制じゃないですけど、その方が、お客様が、たくさん払われなくていいということになります。で、市営業法に基づく営業させていただいてますので、いわゆる無担保で融資する貸金業ではなくて、市営に課せられた貸金業をさせていただいてます。で、一番最初に個人情報いただいてますけれども、これ、無断貸貸しでございます。ただ、警察のところへって仕事してますので、いわゆる警察が盗品の捜査で奥に閲覧に来られますので、その時に、この人見せるとか見せないとか取り分けができませんので、捜査協力はだけしてるというのだけ、ちょっとご協力お願いします。ということで、今日の日付とおっしゃったのが、24年の5月ですかね。はい。そうですね。お金返しても、貸し借りの記憶が残るからですね。うん。だけ、こういうところを利用された方が、後腐れがないということで。はい。私の目的ね、いや、だからですね、うち、ほんと、朝行列ができてました。いや、連休が長いってことはそういうことなんですよね。はい。月曜日まで。うん。左で軽く出てくる。もうちょっと押さえてください。ありがとうございます。もうバングローゼのお金がいったりするからね。これもらって。あ、どうぞ。使ってください。で、今ご説明した分のこの控えはですね、もういりませんので、呼んでいただいてご了解いただいたら捨てていただいてもいいものです。これは大事なものですから、これをなくされないのでお願いします。はい。じゃあ打ち金は強制じゃありませんけど、おすすめはいたします。手放していただきたくないからですね。これ質屋の本来してる仕事なんですね。要するに質流れを作りたくないんですよ。いらないものはお買い取りと。そうですよね。だけどお買い取りと質屋は全然違うからですね。できるだけお手放しになってしていただきたいので、打ち金をおすすめです。はい、ましょうか。はい。全部1000円、1万円札でいいですか？はい、いいですよ。はい。15日前、何とかしのがないかも。はい、ありがとうございます。書きかけは、すいません。いいえ、やっぱりました。やっぱり、着物やないや、これはですね。もうね。着物は本当に。着物がね。なんか、おしまやったりしましたけど。いや、でもね、おしまもですね、結局、結局、ほら、年齢が多い方が、ちょっとお出かけにしても、今、着物着とんじゃねえんでしょ？結局ですね。そうなんです。で、今度はそれを材料に何か作るって言われる方は、その材料がそんな高かったら、やっぱり、そんなに次が次売れるわけじゃないから、で、金はこういう人上がっとんのやけんですね。景気が悪くなるっていうか、いろいろ世の中が不安定になると金ってのは上がるんですよね。はぁ、あ。これですよ、ちょうどあれですよ。1974年でオイルショックです。そのオイルショックの後ですよ、こんなんかっていうのは。うん。で、やっぱ、これは、石は欠けないんですね。これは今のガーネットと小さなルビーですから、この辺は欠
ね、でも一生懸命つけたんですよ、今だから、一生懸命つけたんですよ。あ、そうですか。で、金プラスアルファで値段を買ってきました。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。まあ、いいか。あの、ルビーの高かったですよね。ですよね。枠はね、あの、18金だけど、まあ、引き上げられたけど、50万で買ったんです。今考えたらね、あんなの、50万だったんであるのに、ね。だけどね、それはね、要は、カボションカット、うん。いや、カボションカットですよ。カボションカット、ですから、あの大きさでは、我々業者はその評価しないんですけど、売るときにはそれだけ値段つけて売ってるでしょうね。すいません。ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。